打つじゃなくて上本の4番もありだっていう、うん、っていう発想なんだよ。でも普通はできないよね。レギュラーを取るためにはやっぱりと野球を今シーズン大活躍となった秋山翔吾選手、うん、秋山選手どうご覧になってますか。いやもうバッティングっていうのはねもともとアベレージも残せるし素晴らしい選手なんだけど、これもね現象的にねさっき言った連覇する前の年黒田新井がカープに戻ってきて、うん、優勝してないんですよ多分4位かなんかなんですよ、うん、で次の年に優勝してるんですよ。秋山見てるんですよ去年途中入ってきて、はいはい、でやっぱり気使うというか、うん、選手と話すけど本音は出せない、うん、部分、はい、それが終わってキャンプを一緒にやることによっていろんな話が出てオフも過ごしたりとかしてで今年があるんで今年はすごくそういった意味では去年とは違う意見の交換とかそういうのができてるからっていうのもこう環境的にもリラックス、うん、リラックスというかね自然に、まあ、チームに溶け込んだ、うんはい、なんかそんな感じは見えますよねやっぱり、うんうん、なんとなく、まあ、もちろん結成性が出てるからかもしれないですけどチームの輪になんかやっと溶け込んだ感じがするなっていうのはありますね、うんうんまあ、現在はちょっと負傷中なんですけれども西川選手の活躍どうご覧になってますか。まあ彼はねもうアベレージも残せるし大きいのもちょっと打てるちょっとやっぱ打てるんでまあ現在はね今これを収録する時は今いないんだけど、うん、まあ本当正直言って得点力っていうのは今4番打ってたわけなんでね非常に痛いし、うん、まあ相手からしたら脅威ですね右も左も関係ないし、ねうん、えっていうのがヒットするし、うんはいはい、うんだから4番っていうタイプじゃないけどね、うん、ちょっと外国人選手の不調とかあって4番っていう中でだからそういった起用の仕方もね、はい、だって今4番上本だよそういう発想がやっぱりできるんですよ。だからそれは何でかっていうと上の打順を崩したくないからっていう。なるほど、うん、上と下の打順がねあれするからこう決まってるから4番っていうのは、うん、本当はマクブルーム選手で固定できたらよかったんでしょうけれども、うん、それやっぱり池上さんやっぱアメリカの野球とかも一応頭に入ってるんですかね。アメリカの野球っていうよりは僕が聞いた話は藤井レッド的にその4番誰にするかっていなくなった4番がいなくなって誰にするかっていうまあ西川っていうのはまあ右左の関係の西川っていうのをまあありにしてまあ秋山西川ついても左左だけど関係ない2人なんでっていうところでまあ決まってていなくなりました怪我でいなくなりましたじゃあ誰にするって言った時に打つじゃなくてつなぎ4番目という感覚でいくと1,2,3をある程度固定していく、うん、で菊池も4番打ったりしてたんだけど、はい、またちょっと、疲れがあって休ました時に4番っていうところにまあ菊池4番だったら上本の4番もありだっていう、うん、っていう発想なんだけどでも普通はできないよね。ケイドさんもし監督だったらないですか。だから4番が日替わりになるよね。普通だったら松山なんだけど、うん、ここも松山をずっと使いすぎると、うん、今度はここぞの代打向こうがピッチャー松山がいることによって右出せないとかっていうところが、うん、もう先出しになっちゃう、はいはい、だからそういうのも全部シミュレーションした上本であり菊池だったんじゃないかなと思う。面白いですねでも、うん、まあ健二さんもねあのアメリカのキャンプ行かれたりとか、うん、アメリカのコーチやられたりとかするんですけどえこんなやつが4番なのっていうこと、うん、結構あるじゃないですか、うんああまあ、そんな感じなんですかね。だからそれそのアメリカのチームがっていうのは俺は聞いてないし、はい、多分それはないと思う。ああそうですか。健二郎さんが期待している若手の野手っていらっしゃいますか、うん、僕も監督5年やらせてもらってカープって育成するから取ってきた選手をうんやっぱりこう2軍から1軍で使ったりまた2軍で試合出させたり出てもらったりなんかしながら行くんだけどやっぱり次世代っていうのはその1軍の中のメンバーにこう入れ込みたいというか経験をさせて次ドーンと開かないようにしなきゃいけないっていうのは多分どの球団も考えてると思うんだけどそういった意味ではあの矢野、はい、うん守備はもういいし、
彼なんかがやっぱこんなライバルというか同じポジションの子がいるんだけども、うん、だからそういう内野手のキーマンになるような選手をこうしていく中では、そうね、矢野選手、矢野選手、うん、は期待してるし、高卒ですか？いや、アジア大学。あ、そうなんですか。守備は上手。あ、そうなんですか。そうたるメンバーがカープのショート、活躍されてきたと思うんですが、まあ、未完の大器とも言われている現在 の, その小園選手、文句なしのレギュラーでショートの定位置を守れるとかいうふうになるにはどうすればいいですかね。僕もそうだったし、緒方監督もそうだったし、やっぱりカープの人たちよく言うのは、レギュラーって1年出てレギュラー違うよな、2年出てレギュラー、3年出てレギュラーだなっていう言い方をするんで、だからレギュラーを取るためにはやっぱりコンスタントな打撃と野球をそのショートとしてマネジメントする能力、自分のことではなくて外野との距離感だとか外野を動かす力、もうちょっとこっちした方がいいんじゃないのとかっていうのもショートはできなきゃいけないし、でそういうのをやっぱりもっともっと自分のことだけではなくて、まあ今の時代はねちょっと違うのかもしれないけど、そういうことができだしてくるともっと視野が広がっていって、今どっちかというと自分のことだけっていうのはすごい分かるんだけども、まあそれが小園がそのままショートなのか、さっき言った矢野が打撃を上げて、ショートにつくのかっていうのも、これまた面白いところだし、はい、誰がレベルが上がればどっち使おうか、じゃあ両方使おうか、サードで小園、ショートで小園、ショートで矢野、サードで矢野っていうのも出てくるし、はい、うん、セカンドはないですか？セカンド、菊池、いや菊池の次に誰が守るかって、今度は葉月とかっていうね、今盗塁ダイソーで出てくる子とかも、だから守備的にはもうみんな上手な子が多いんだけど、やっぱり同じ左バッターとして打つことの率をねやっぱ上げていくっていうのが一番近道かな。一番じゃあ小園選手に必要なことは健二さん何だと思いますか？小園ってさ、見てたら超超超積極的じゃない、うんうん、でもそれ全然いいんですよ。今の野球だったら追い込まれたらみんなボールを壊すんで、みんなファーストストライクから打っていくのっていうのは大事だと思うんですよ。だけど彼に今一番期待するのは、ボールがベース板を半分に切った時にこっちを狙うのかこっちを狙うのかっていうのをすごいアバウトで行き過ぎる打席が多いので、彼中入りの球得意なんですよ。左のカーブであったりで右のスライダー入ってくるボール、すごい内側が得意なんですよ。まあ、バットの軌道もあるんですけど、こっち側はもうすごい苦手なの。それをやっぱりこっちを打つ打たないっていうのを、ここから曲がったら打つ打たないっていうのをもうちょっと明確に分けたら率上がってくるかなっていうふうに思います。何が全部行き過ぎてる。そう、うん、でこれ止まるとかね、振るなじゃなくて全部打ちに行っていいんだけど、外だからやめたとか、だから外狙って中だからやめたとか、レフト前狙って左中間狙ってるからやめたとかっていうのが見えてくればいいんだけど、どこに打つんですかみたいなのがない。だからちょっとこう外なのにアウトインに入ったり、こっちに振ろうとしたり、ショートフライとかサードファールフライとかっていうのがもっと減ってくると率上がると思うので。でもあれ、ケルさん打つ方は、菊池もそうでしたけど、なんか初めて出た時バッティングそうでもないななんて思って、どんどん慣れていくんですか、それともやっぱ練習ですか？だからでも菊池って、あの大学の菊池のところのリーグって 何リーグになるのかな、そのリーグで4冠王だからね。あ、そうなんですか。ホームラン、打点、打率、盗塁。あ、そうなんだ。取ってるからバッティングはあるの、小力もあるの。あ、そうだったんですね。一発ありますよね、うん、まあ、一発を狙いに行くバッターじゃないんだけど、はい、それはみんなプロに入ってくる人たちはさ、ホームラン何本打ちましたとかってこうみんなこう出るけど、それってやっぱりレギュラーになっていくためとか、まあ、とそのまま待望になっていく人もいるし、アベレージ型になっていくって分かれるんだけど、今言ったように慣れはあるよ絶対。ああ、そうですか、うん、いきなりポンと良くなってバッティングが良くなっていくっていう人も多くいるじゃないですか、うん、あれこれ守備の人だったらなんかバッティングの人になってるななんていうのも結構見るんで、だから慣れていくのか、それともスピードに多少やっぱりついていくようになって
って良くなっていくのかっていうのが、あのスピードっていうのは多分慣れると思う、慣れはあると思うね、はいはい、うん、だって高校生の今たまみんな早いけど、うん、高校生よりも大学生、大学生よりも社会人でしょ。でそこよりも今度は球のスピードだけじゃなくて今度は球の質があるじゃない、はいはい、150だけどそんなに速く感じないとか、うん、でも145なんだけどすごく速く感じるとかって、うん、まあ、フォームとかあるけど、それに慣れていくのはあるんだけど、どうだろうな、バッティングが上手になる人っていうのは間の取り方が上手だね。あ、そうなんですか、うん、間の取り方、例えばピッチャーと の, その空間の間なのか、それともバッこう構えて打ちに行く間なのか。だから俺ピッチャーの経験は分かんないんだけど、例えば久がさ、はい、調子悪くなった時にさ、あ、ちょっとなんか前突っ込んでるなとか、の乗れてないなとかってピッチャーって表現すると思うんだけど、うん、はい、バッターも同じで、それが乗れてないと打ちに行った時にちょっと出ちゃうともう間が取れないからバットが出なかったりするの。だからそういうところをやっぱりこう自分の間で取れるようになってくると大崩れはしなくなる。なるほど、はい。WBC の時にヤクルトの村上が、はい、なかなかバット振れなかったじゃん、うんうん、初球ね、はい、最近なんかこう間が取れるようになってきたら、うん、初球からいけるのよ、はいはい、球種関係なしに、うん、でもなんで振らないんだってみんな思うけど、テイクバックしてこうやっていくときにうまく自分の力が出てくるところにないから出せない。出せないんですか。それを強引に行こうとするとアウトインに入ったりとかするからぐしゃっとかなったりする。分かってるんだけど出ない。行こうとするんだけど合わない。脳が反応するから出ない。ちなみにちょっと話ずれちゃうんですけど、今シーズン村上選手ちょっと本調子じゃないというか、こうってどういうところに原因があると思われますか。だからまあ今のところだと思うよね。なんかみんないろいろ言うけど、大谷にこう見ちゃったからとか、大谷のバッティングにしてあれを目指していくとかね、いろんなことを言う人いるじゃん。俺はそういう意見じゃないんだけど、出だしが良くない状況でスタートして、で要するにヤクルトっていうのは村上があれだけ打ってるのに期待されてるっていう中で、やらなきゃやらなきゃっていう中で、プロのピッチャーってみんなその打てない時に、打ってる時はみんな逃げまくるさ、村上だったらこの辺投げといてもう最悪フォアボールでもいいやっていう。でそれが分かってた去年の中でも甘くてやつをパーンって打ってたけど、今年調子が悪いってなるとみんな行くからガンガン攻めに、でそういうのがうまく積み重なったんだと思うよ。だから村上からするとくそー、去年このピッチャーこんな球絶対投げてこなかったのに、俺は今調子悪いと思って頭くんなこいつっていうメンタリティーもあったけど、昨日もでも初球何回も手出してましたもんね。そう、昨日ヒット打ったのも二塁打がなかった、ね、そうそう、昨日初球スライダーだったし、球種関係なしに触れてるし、うん、触れるようになってきたから調子は明らかに上がってきてるなっていう、うん、で残り50試合ぐらいですね、50試合切ったのかな、はい、その中でキーマンっていうのは名前は言えない、もう解説者として順位どれぐらいかなって思うときに